スコットホール、スコットホール、スコットオリバーホール、1958年10月20日帯はアメリカ合衆国のプロレスラー。フロリダ州タンパ出身。1990年代後半に一世を風靡した、んー王のオリジナルメンバーであり、WWF ではレーザーラモン、レーザーラモンのリングネームでも活躍した。息子のコーディ・ホールもプロレスラーである。 バリーウィンダムにプロレスラーとしての基礎を学び、1984年10月に、ムイ、フロリダ地区でデビュー。デビュー当初は、スターシップ雇用手、ストシェップ雇用手を名乗り、スターシップイーグルとのタッグチーム、アメリカンスターシップ、ザ・アメリカンストシェップとして活動。マクエや CSW などムイの加盟団体を、主戦場に、マクエでは、ザンブイエクスプレス、 イライ・ジャー・キームカリーム・モハメッド、CSW ではミッドナイト・ロッカーズ、マーティ・ジャネッティショーン・マイケルズなどのチームと、タイ・ミスター・ポーンゴ組んで、ブルーザー・ブロディとも、ハンディキャップマッチで対戦した。1985年8月から、本名のスコット・ホール、スコット・ホール名義でアワーに参戦し、ベビーフェイスのポジションで、カート・ヘニングとタッグチームを結成。 1986年1月18日、ジミー・ガービンスティーブ・リーガルから、アワー世界タッグ王座を奪取した。以降、モンゴリアン・ストンパー&、ロード・ザ・バーバリアン、カーネル・デビアーズボリス・ズーコフ、ロング・ライダーズ、スコット・アーウィンビル・アーウィンなどのチームを相手に、防衛戦を行い、5月17日に、バディ・ローズ&、ダグ・サマーズ・入れるまで退官した。 大阪なくもアワの主力選手となり、同年12月28日には、ウィスコンシン州ミルウォーキーにて、ニックボック・ウィンクルが保持していた、アワ世界ヘビー級王座に挑戦している。1987年5月、当時、アワとの招平ルートを持っていた、マサ,サイト藤のブッキングで新日本プロレスに初来日を、果たし、E1 グップリーグ戦の第5回大会に出場。リーグ戦では、 同ブロックのアントニオイノキとコンガザ・バーバリアンに敗退するも、坂口誠二と藤原義明に引き分け、キラーブルックスから勝利を収めた。以降も新日本の常連外国人として、1990年まで7回に渡って来日。1988年11月の来日時には、リック・マードックボブ・オートン・ジュニアとのトリオで、エリミネーション6人タッグマッチの偶戦。 88ジャパンカップシリーズに出場。1990年3月19日には、広島県立体育館にて、パニッシャーダイス・モーガンと組み、マササイトー橋本真也が保持していた E1 ウップタッグオーーに挑戦た。1990年7月7日、カルロスコロンが主催するプエルトリコの WWC のアニバーサリーイベントに出場。 アトキー・マルーンバコとボツワのビーストから反則勝ちを収めている。同年8月と11月には、オット・ワンツがオーストリアのグラーツを拠点に主催していた、クアに西部の荒くれ者、テキサス・スコット、テクサス・スコットを名乗り参戦。ランボー、トニー・セント・クレアー、スティーブ・ライト、デビット・ケーラーなどと対戦した。1991年、ホール自身の発案による、 世界一セクシーな男ダイヤモンドスタッド、ザ・ダイヤモンド・スタッドとしてヒールのポジションで WCW に登場。リングネームはダイヤモンド・ダラス・ページがマネージャーを務めたことに由来。10月27日のハロウィン・ハボック1991ではベーラー、アブドーラ・ラザ・ブッチャー、カクタス・ジャックと組み、スティングスタイナー・ブラザーズエル・ヒガンテとの金網デンキースデスマッチ。 チェンバー・オブ・ホー・ヤーズ・マッチに出場。1992年には、ポール・イ・デンジャラス・リー率いるデンジャラス・アライアンスに加入するが、タイトル戦線に絡むことはできず、同年に WCW を離脱した。1992年5月、WWFA 移籍。キューバからの密入国者で、マイアミのビーチでドラッグを密売するプッシャーをギミックとした。 バッドガイレーザーラモン、ザ・バッドグイレーザーラモンへとリングネームを改める。当時 WWF に参戦していた、リック・フレアや、レックス・ルガーと共闘するなどヒールのトップグループで活躍し、ランディ・サベージ、ブレッドハート、ジムズガン、ビック、ボスマンといったスター選手から勝利を収め、1993年4月4日のレッスルマニア9では元、 WWF ヘビー級王者のボブバックラドを下している。1993年5月17日、RAW にてジョバーであったショーン・ウォルトマンに3、カウントを奪われたことをきっかけに、ウォルトマンとの友情アングルが組まれベビーフェイスに転向。ウォルトマンはの勝利を機に1から2から3キットと解明。9月27日には空位となっていた。 WWF ICO 王座の王者決定戦で、リック・マーテルを破り、ベルトを奪取した。その後は、CSW やアワ時代の旧友でもある前、ICO 王者のショーン・マイケルズと構想。1994年3月20日、レッスルマニア X にてマイケルズと繰り広げた、ラダーマッチは、WWE 市に残る、名勝負として知られている。以降も ICO 王座をめぐり、 マイケルズのボディーガードであるディーゼルをはじめ、IRS、ジェフ・ジャレット、ゴールダスト、ディーン・ダグラスらと構想を展開した。1995年には、当時 WWF と提携していたテネシー州、メンフィスを拠点とするアスワにも出場し、4月3日にはビル・ダンディからアスワ統一世界ヘビー級王座を奪取。5月1日にジェリー・ローラーに敗れるまでタイトルを保持した。また、 リング外では、マイケルズ、ディーゼル、1から2から3キット、ハンター、ハーストヘルムスリーラで構成された、グループ、クリックの一員となって、舞台裏での影響力を高めた。1996年より契約などに関する不満を公然と口にし、リング外でもトラブルを起こすようにもなり、ついには、試合出場を停止される。そしてフルスである、WCW からオファーを受けると、 契約がまだ残っているにもかかわらず遺跡を決めてしまう。さらには、その一週間後、名優のディーゼルことケビン・ナッシュも、同様に契約が残りながら、遺跡を決意。これに対し WWF はホール及びナッシュはまだ、WWF の契約下にあり、WCW との契約は無効だとの訴えを起こすが、裁判所が判断を回避したために、当初の予定からは、 幾分を恐ることにはなったものの WCW への移籍を果たす。WCW 移籍後、レーザーラモンのリングネームは WWF が商標登録していたため、WCW には本名のスコットホールとして1996年5月より参戦。実際は WWF から引き抜かれたに過ぎなかったものの移籍当初はケビン・ナッシシと共に、 ビンス・マクマホンの指示を受けて WCW を潰しにアトランタにやってきたと称していた。これはエリック・ビショフが日本の新日本プロレス VS 和風インターナショナルの対抗戦をヒントに考え出した WWFVS、WCW という団体間の構想アングルに基づいたストーリーだった。しかし、この WWFVS WCW はすぐに頓挫。そのため、急遽アングルが変更され、ハルクホーガンを加えた三人電王を結成する。シックスらを加えて、一大勢力となり、プロレス界の枠を超えた一大ブームを巻き起こした。王結成後、メンバーが拡大していく中でホールは、ナッシュとのジアウトサイダーズ、ザウツサイダースで活動し、10月27日の、 ハロウィン・ハボック1996にて、ハーレーム・ヒート、スティービー・レイアンドブッカーティから、WCW 世界タッグ王座をダッシュ、以降は、スタイナー・ブラザーズ、リック・スタイナースコット・スタイナーと構想を展開した。1997年3月5日、新日本プロレスのストロング・スタイル・エボリューション・イン、大阪ドームに参戦。ナッシュ&、蝶野正宏と組んで、 武藤イジスタイナーブラザーズと6人タッグマッチを行い勝利。11月23日のワールドウォーイ1997ではサンリングバトルロイヤルにて優勝を飾った。1998年2月、1次シングルへと転校。WCW 世界ヘビー級王座を保持する、スティングと構想を展開するもベルトをダッシュするに至らなかった。 5月、オーは2敗に分裂。ナッシュは無ーウルフバックを結成し、ホールはホーガン率いるオーハリウッドへと加入。7月20日の WCW マンデーナイトロにいて、ザ・ジャイアントと組んでナッシュ・スティングから、WCW 世界タッグ王座をダッシュ。タッグ戦線では活躍していたものの、ナッシュとは対照的にシングルでの王座戦になると敗戦が少なくはなかった。しかし、 1999年2月1日のナイトロにてクリス・ベノアとワキス王座挑戦権争奪マッチを行い勝利。2月21日に US 王者のロディ・バイパーを破り WCW で初のシングル王座を獲得。その後、負傷により長期欠場となり US 王座を剥奪されるが、復帰後の11月8日 US 王座争奪的サストルネードラダーマッチで ブレッドハート、ゴールドバーグ、シットビシャスを破り、ベルトを奪還。同月21日には、空位となっていた、WCW 世界 TV 王座を授与されて日韓王となるが、ベルトをゴミ箱に投げ捨て TV 王座を封印。12月13日には、ナッシュとのタッグで、ゴールドバーグビシャスから、WCW 世界タッグ王座を奪取し、 通算7度目の大会を果たすが、2000年2月、度重なるアルコール依存症による無断欠場と暴力事件での逮捕がきっかけとなり WCW から解雇となった。WCW 解雇後、2000年11月に ECW に参戦、11日にはクリックの準メンバーでもあったジャスティン・クレディブルと対戦して勝利。2001年3月、 新日本プロレスに参戦。チーム2戦のメンバーとして GX7 月にはバトと構想を展開するも大きな活躍は残せなかった。9月には G1 クライマックスの外国人レスラーバンといえる G1 ワールドにエントリーするも勝ち呼んで予選落ちという結果に終わる。このリーグ戦では初戦でドンフライトのカードが組まれ高カードと期待されたものの フライのパンチ一発で KO 負けを喫している。23日、武藤刑事が保持する三冠ヘビー級王座に挑戦するもベルトをダッシュするに至らなかった。2002年2月17日、ノーウェイアウト2002にて、ハルク・ホーガンケビン・ナッシュと共に WWE に復帰し、オリジナル王を再結成した。3月4日の RAW にて、 スパイクダットリーを相手に復帰戦を行い、レーザーズエッジを決めて復調していることをアピール。7日のスマックダウンでは、ザロックと対戦する、モンオーと WWE のレスが入り乱れての乱闘となり、ノーコンテストに終わる。11日の RAW では、ホーガンナッシュと組んで、ストーンコールド、スティーブ・オースチンザロックと3対2による、ハンディキャップ待ちを行い勝利した。 勢いに乗り3月18日、レッスルマニア X8 にてオースチンと対戦するが、フィニッシャーであるスタナーオに連続で暗い敗退。同日、ホーガンはザロックに敗れてベビーフェイスに戻り、ムーオーから離脱。代わりに X パックを迎えてホーガンと交渉を展開するも、5月のイギリス遠征でのトラブルによって、WWF から解雇となった。WWF 解雇後、 2002年6月にティネにスポット参戦。10月30日、ウィ世界ヘビー級王座を保持するロン・キリングスに挑戦するもベルトをダッシュするに至らなかった。2004年5月15日、ハッスルに来日。ケビン・ナッシュとジ・アウトサイダーズを再結成し、橋本晋也小川直也と対戦するが敗退。11月よりナッシュと共にティネと正式に契約。 12月5日、ターニングポイント2004にて、ナッシュジェフ・ジャレットとキングス・オブ・レスリング、ザ・キングス・オブ・レスリングなるユニットを消し、ジェフ・ハーディ &AJ ・スタイルズランディ・サベージと対戦。2005年1月16日には、スペシャルゲストレフェリーに、ロディ・パイパーを迎え、ジェフ・ハーディと対戦した。2007年7月13日、WWC に参戦し、 当時、WWE に所属していたカリートと対戦。翌14日には、WWC ユニバーサルヘビー級王者のカリート、及び、アポロとのトリプルスレッドマッチによる王座戦をし、ベルトをダッシュしている。9月には、再び、WWC に参戦。14日にエディコロン、15日には、オーランドコロンと、コロンファミリーを相手にユニバーサルヘビー級王座の防衛戦を行った。 10月6日、インセーンクラウンポッシ,シーが主催する JCW に参戦。WWF のオールドスターである J クロバーツを破る。7日にはメキシコの AAA にサプライズ参戦し、コパアントニオペーニャ2007に出場するが優勝するに至らなかった。2008年8月9日、JCW のブラディメイニア E に参戦し、 ナッシュとのジアウトサイダーズを久々に結成。アイアンセインズ、サル・トーマセリビトー・トーマセリから勝利を収めた。2009年3月21日、ウィスコンシン州を拠点とするインディー団体、GLCW、グレートレイクスチャンピオンシップレスリングのツーワーズ、トゥースイートにて、ナッシュと組んで、ジアウトローズ、BG ・ジェームスキップ・ジェームスと対戦。 んおう vsd ジェネレーション x が実現したが、試合途中に、ナッシュに裏切られ敗退した。2010年1月1日、ティネに復帰。シックスパックナッシュと共に、ティネバンんおーといえるザバンド、ザバンドを結成。5月4日、ヘルナンデスと喧嘩別れして孤立していた、ティネ世界タッグ社のマット・モーガンに挑戦。勝利して、ベルトをダッシュするが、6月にティネより、 解雇となった。一時は長年にわたる多量の飲酒、コカインや鎮痛剤などの過剰摂取の影響で、日によっては一人で歩くことすら、ままならなくなっていたが徐々に回復。2011年7月17日には、地元フロリダのインディ団体 I Believe in Restling、I b ンレ i リング Restling に、息子のコーディホールと共に登場。女子レスラーのサンタナ・ギャレットのセコンドとして、 親子共演が実現。以降、コーディのマネージャーとして活動。2013年9月21日、ニュー、ノースイーストレスリングにて、名優のナッシュとコーディがタッグを組んで、アウトキャストキラーズ、ディアブロ・サンピゴオマーン・トゥーガに勝利した姿を見届けている。また、同年には、ダイヤモンド・ダラス・ページが開いている、洋画教室の効果で、 薬物中毒から順調に立ち直っている。2014年4月5日、レーザーラモンとして WWE 伝道に迎えられたインダクターはケビン・ラッシュ。セレモニーには爪楊枝を加えて登場し、お馴染みの兵を挨拶代わりにプロレスの愛情を語った。スピーチが終わると、ナッシュに加えて、トリプル H、ショーン・マイケルズ、ショーン・ウォルトマンがステージに現れ、 人よ限りのクリックの復活となった。また8月11日の RAW にて、ナッシュと共に、ホーガンの誕生日を祝いに、リングに登場し、人よ限りの王再結成となった。相手をヘッドロックやリストロックに捉えた状態から、相手の顔や頭を連続で叩く、挑発的なムーブ。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。